転職に向いている、向いてない人ってうんというところですけれども、はい、どうですか安藤さん。そうですね。あのー、ちょっと逆説的になっちゃうんですけど、転職ってこう働く場所を変える、環境を変えるってことだと思うんですけど、うん、あの向いてない方はその環境のせいにしている人のはあんまり向かないんですよ、ね。へえー、なんかすごい逆説的です,、ね、逆ですね。確かに、もう環境を変えるために転職する人が多いけれども、でも,もう環境を変えたらうまくいくだろうと思ってる人には向かない。 と私は思いますで結果的にその環境を変えてそこで自分からなんてスれレームモチベーションを高く新しいものを吸収したり、うん、新しい環境自動化をこなじんでいくっていう風にしてる人じゃないと転職しても結局あの数ヶ月後にまた転職サイトに登録しちゃってるっていうのを見かけすることもなりますからね田島さんはどうですか実機話してみないと分かんないなっていうところはやっぱり足はありますというところが でその方が何を求めているかっていうことかなと思いますし、うん、それが実現できることなのかっていったところがですね結構、うん、大事になってくるかなと思いますので、うん、その理想と現実が、まあ、ちょうどちゃんとバランスよく合う方っていうのは転、うん、職サイト見ようかなっていうふうには思いますけれどもうなるほど。それって、うん、何を 実現したいことっていうのはヘッドハンターの方と話していく中でこう見えてくるものなんですかそれとももともとやりたいことがパキッと決まってる人に向いてるっていう感じなんですかね私の方は両方はあると思いますし、うん、両方合ってるとは思いますとの電ところですね。の方でお話をするとっりの育児だったりとか、うん、あとは転勤のことととだったりとか、うん、どんなこ出てきたりとか、うん する方もいらっしゃいますので、まそういった環境を変えたい部分ですね。その部分については変えられることがあれば、あのご使用できるかなというふうに思いますし。うん、ただ、その元々とも,ともこれらやりたい。あれがやりたいみたいな方であれば、もちろん、それはスキルに応じてご提案させていただきます。という形ですね。 そうですね僕はこれができるし、うん、これが得意だと思うんだっていっていざ会ってみて話をしてみると多分その転職先その死亡している先にはちょっとそぐわないというかまだちょっとレベルがあれだなっていう時にはどういういお話をすするんですかうん、うん、そこがゴールだとするならばそのステップはどこなのかっていうですね。 定をさせていただくといっ一旦こちら、一旦こちらで最終的にここを目指そう。当たですね、まあ、今は多くの方々が、一社経験っていうのは少なくなってきた時代にはなりますので、どういう,ふうにキャリアを積んでいくか。 もとも,ともう40歳の時にどういうビジョンがあるのかまあそういったことをお話しさせていただいて本当は上に行きたいんだけれどもそこには行きにはいけないのでじゃあこういった会社でこういった経験を積みましょうねというようなまあご提案でゆくゆくはそういったキャリアを目指していくといいのかななとう田島さんが紹介されててそのこう行ってこう行くみたいなご提案をそのまま実現 されてる方っているんですかあ、リノスねあ、そうなんだへぇーすごいその時に否定しないことが大事なんですね。君早いよとかまだダメだよじゃなくてじゃそこをゴールにしてどうすればいいかっていうのを例えばですね職回数が増えればお二人も嬉しいわけですもんねへぇーそれはどうなんでしょう50%入ってくるしみたいなそんな簡単じゃないですそんな簡単ではないですけれどもアドさんの場合はどうですかそういった人に出会った時に とってやっぱ求人が先なので、えっと、採用側にとってメリットがある状態がマッチ部が成立しますっていう仕組みをあの丁寧にご説明をしてすで、うん、にまああの求人票にこう必要件とか経験スキルみたいなの書いてありますけれどもそこまだちょっと足りてないですよねというところはあのご丁寧にご説明をしてお聞きいただくようにしています。 そんなことがよかあるはずって方もいらっしゃいますのでその場合はもうあの受けていただきます現実を知ってもらうひま <laughs> る意味にそうですね。あの<ー>で何社かいけるはずと思ってたところからこうお見送りの結果が届いてでこれブう部分が足りないっていうところのキーワードク集めるもらうようにして<ー>そこをお伝えするとエージェントが言っていることではなくて、まあ、企業からの,あの評価というところになるので<ー>そこで。 あじゃあダメなんだっていうのをこう、うん、我々が言うんじゃなくてやっぱりこう企業の先行の目でこう知っていただくっていうところはお互いにあの3社ともにすごく手間、うん、ところもあって企業さんには申し訳ないところもあるんですけどただあの僕を力いただく中でそういうことはなるべくするようにしています、うん、すごくたくさんの方を見られていると思うんですけども転職回数が多い人っていうのはどう思いますか、うん、私はこの仕事してて難満ですけど、うん あんまり多くない方がいいと思います。<laughs> そうなんで面白い。何社ぐらいまでが。はい。そうですね。あの、うん、もう、あの、五年目にはやるんですけど。な、うんか一社を、三台以内でこう、やめて、五徳ホッパーって言われたりしますけど。こう移っていく方は、採用側も、きっとまた二年で辞めるなって思ってしまうと思いますし。うん、なかなかやっぱり、そういう方を採用するって決断するのは難しくなってくるんですよね。うん、費用もとでかかるので。確かに。 であとこう一応上にも3年ってよく言ったもので3年で大体世の中こう多くのことが変わるのでトレンドとか経済のというのもそうですけど3年いるとこういい時もあれば必ず悪い時も含まれるタームだと思うんですけど <laughs>、うん、それを一社でちゃんとこ乗り越えてらっしゃるかっていうのは。 ただだそ,それ何を期間必要だと思うんですよねなので半年1年だとすると最初に訪れた大変な時でもうドロップしちゃったのかなって見えちゃうんですよ。いいね、それを私だけじゃなくて多分企業もそう見ると思うんですね。なのでこうごしょう胸張ってご紹介しにくくなってしまうので短い期間で繰り返すっていう前にちょっと踏みとどまることをお勧すすめしたいなっていうところはあります。 な40歳とかになってるとそれなりの者、ね、数になることあるんですけど20代でもう7社とかってなっちゃうとちょっときついなっていうのはありますね <laughs> わー面白い田島さんはどしううも転職回数はやっぱり少ない越したことはないかなと思いますね。はい 最来とかはですね、転職当たり前の価値観になってますんで、まあ、何回転職してもいいですし、その仕事の内容で腰が決まってくるって言ったところの配慮はありません,んで、はい、いいですけれども、やっぱりまた日本の場合は、まあ、転職が少ない方が、まあ、実際に転職をするのは有利かなというふうに思いますんで、はい、あの、転職してキャリアアップ。 を考えるだけではなく、この会社で辛いことがあっても、やっぱり頑張るという、ある程度の期待をあけるっていう、そのたくさんみたいなところは、やっぱり採用する側っていうのは見ていると思いますんで、我慢、うん、するときも必要なのかなとは思いますねそうですね、はい、最低やっぱり3年ぐらいはっていう感じですか私の場合はそこはこだわってはないですけれども、やっぱり続いちゃうということが、私が問題だと思ってはいるので。 別に最初の転職3年やって、えー、次1年で辞めちゃって、次がじゃあ8年続きましたってなると、私はリセットだとは思ってはいない。えーえー あのまあそ外にやっぱり理由にもよりますけれども、うん、そういうふうに捉えてますねなるほど面白い逆にあの一社で新卒から10年の方っていうのも、うん、採用側からすると結構取るのには勇気がいるんですよね、はい、ああそれはそれでよくで柔軟じゃない人15年 <laughs> <laughs> あれ <laughs> もうその一社のカルチャーに染まっちゃってるとか、うん、ちょっともう,そうですね慣<れ>。じゃあ3年 は欲しいで10年は長すぎるとすると一番いい。販売は何年なんでしょうか？<laughs> ここまでご覧いただきありがとうございました。続きはテレ東ビーズでご覧ください。